ゆきこんこ、ゆきこちゃんの中の人です。プレイステーション4版ホラーと方ゆきゆき実況動画続きを開始したいと思います。リアクターのある階に行く。あれ、ここじゃないのかな。あ、ここじゃないです。まだ上の方だ。あれ、ここでいいのかな。こちらのリアマスフュージョンミルはユキコの件の本編の方でインスティチュートルートの方で一度来たことがあります。今回は BOS ルートの方でやってきました。またやっていきたいです。放射能がすごいところですね。同じ炎を取っていいのかな。放射能防護が必要なら知らせて。ここから全てを監視する間、彼らのインターコムシステムではあるけど、あなたと話をしてみましょう。防護スーツ、あ、これで防げるかな。とボール、あー、だ、私の大好きなサマーショーツが。あ、すごい、これ防護スーツすごいです。放射能を専門防ぐです。え、パワー装備中はダメ？あ、では一旦脱ぎます。これで防護服を、防護スーツをつけます。他の防具はつけれない。じゃあ頭は BOS のエルムでいいかな。え、あ、ヘルムもダメですか。キャ、すいません、恥ずかしいシーンをお見せしてしまいました。頭込みで、あ、はい、完全防護ですね。あ、持ち物重いかな。走れないです。よし、これで中に入れます。ちょっと取ってきます。かな。突入です。うー、ビシビシビシいってる。これは上、バリバリ言ってます。と、解放、と取る。あー、またセキュリティ、外出ます。
けてください。お願いします。あ、はい、除菌除菌、除染除染。地球は青かったです。あ、またあ、タレットも。いてててて、て、あ、タレットじゃない、エントリーポットか。ここからロボットと連戦に。うー、全く効かない、硬い。蜂の巣にしてやりました。蜂の巣じゃなかったです、キャンプファイヤーにしてやったです。ピストルとか預けます。よーオーバーしてる。うん、泣く泣くジャンク品。とか、あ、男子のホロタルがジャンク品の中に。あ、ダメです、これは大切なものです、友情の証です。あ、トースターとか重そう。電気管重いですね。あ、よし、これで軽くなったです。来た、アサルトロ2匹。さっき言った、避けられた。タイミングらいです。よし、あー、すごいです、アイスになった。あー、また子犬拾ってると、あー、荷物が。悔しいです。あと重そうなものは、なんか髪2つある服を中に入れました。変かな。ちょぴっとだけ軽くなりました。うん、タレット起動した。上の階に戻るです。
あ、硬い。よし。あとは後ろ。マスフュージョンから脱出です。あ、死んだ、まずい。あ、腕が破損したです。ん？あれ？戻ってきちゃったかな？あ、ここでした。と外に出るだけです。あ、ごめん。ルーインスティチュートが援軍を送ったに違いないわ。彼らを撃退するのを助けましょう。きっと核反旗を手に入れてここから出られるはずよ。テレポートの。そう、人間。あ、すごいいっぱい人造人間いるです。すごい大戦争。密集してるんで、していきます。硬い。あ、伝説の、あ、味方の BOS の。後ろめたいです。それでいいのかって言われたです。ああ、やはりダイヤモンドシティに外に出るのですごくロードが長くなっています。それでマスフュージョンビルから脱出いたしました。あ、マスフュージョンビル発見しました。